JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昌の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日も、大人気エフェクターの、イーブンのマットブラックをかけております。さて今回は当店が、扱っております、ニコンシロールの、レンズ、その、遠近両用とシニアレンズを、バーチャルに体験できる、バーチャルリアリティの、機器を、お借りすることができましたので、そちらをご紹介してみたいと思います。こちらが今回、当店が取り扱っております、ニコンシロールからお借りすることができた、VR バーチャルリアリティで、シニアレンズや、いろいろなレンズの、実体験ができる、機器になります。まだ、日本国内で、3台しかない、こちらの、機器、今回こちらをご紹介してみたいと思います。まずこちらの、iPad の、方に、アプリが入っております。単焦点レンズから遠近両用あるいは、超光レンズや、あるいは偏光レンズ等の実体験ができます。例えば今こちらは遠近両用レンズの体験画面になっておりますが、今一般的な遠近両用レンズの、歪みをこちらが再現しております。こちらが例えば一番グレードの高いレンズになりますと、このように歪みの部分が非常に少なくなります。でこの画面を、こちらに、iPhone が、入っておりまして、この同じ画像を、実際に、装着して、体験することができるのが、バーチャルリアリティの今回、お借りした、機器になります。それでは、実際にどのように使用するかご紹介したいと思います。こちらの iPad の画面とこちらの、iPhone の、画面がつながっております。でこの機器を、装着してもらいます。メガネをかけたままでもメガネがなくてもこのように、かけていただくと、先ほどのこちらの、画像が、もっとバーチャルリアリティで、再現、されることになります。こちらの画面は遠近両用レンズになりますが、例えばこちらのトランジションズですと、このようにスタンダードではこのような見え方ですが、トランジションにするとこういうふうに超光レンズになります。そして色がグレーやブラウン、グリーン、このように選ぶことができます。さらにこちらのエクスペリオですと、こちらが無色のレンズですが、通常のサングラスはこのように、さらにエクスペリオにしますと、このように偏光レンズで、ギラギラを撮ることができます。こちらだともっと分かりやすいです。こちらが無色のレンズ、こちらが、普通のサングラス、そしてこのエクスペリオですと偏光レンズによって歪みが、きれいに撮ることができます。このようにニコンで日本に3台しかない VR 機器、当店がお借りすることができました。ぜひこの機会にご来店いただき、遠近両用レンズのグレードの差がどういうところにあるのかをぜひ実体験していただきたいと思います。遠近両用レンズだけでなく、コーティングの違いや超光レンズ、偏光レンズ等も体験することができます。ぜひご来店してご利用いただきたいと思います。